はい、いつもこうやってわら納豆を作ってるんです。わらを種にしてやったんだけど、今回はキャベツの皮でやってみようかと。実験できるかどうか知らない、キャベツの葉っぱで納豆を作ってみるに続きます。こんにちは、うりうりばあちゃんです。これからサバイバルシリーズじゃないけど、なるたけもしも何かがなくなってもっていう感じでやっていこうと思うんですよ。例えば納豆がもしなくなった時、私はと自然農の田んぼの藁を熱湯で消毒してから使うんですけど、ないでしょ。で、私は山椒の葉っぱとかシソとかいろんなものでやるんだけど、葉っぱにも納豆菌がいるんだって。それでやって作ったりもしたし、あとは市販の納豆菌っていうのもあるから、それ買ってもいいと思います。あとはね、納豆を友納豆にしてやるっていうやり方もいろいろあるんだけど、一番いいのはね、藁を入れるのが一番良かったことは良かった。だけど藁なんてそんな手に入らないでしょ。今日はね、あるものでやってみよう。例えばキャベツの葉っぱ、ちょっとこれ古くなってるけど、これでやるか、小松菜もあるんだけど、その小松菜を洗ってで使ってみようか。こういうのだったら熱湯消毒しなくていいでしょ、使えると思うの。だからその辺のタンポポ拾ってきてやったんじゃ、おしっことかついてて嫌かもしれないし、あんまり熱加えすぎても。藁はやったけど、藁って結構そのままやると危ないみたいだ。こういうのじゃ大丈夫でしょ、これ生で食べたりする人もいるし。だからこれを2個ぐらい使ってみよう。今日は小松菜使ってみよう。そしてまず大豆を一晩っていうか1日ぐらいかな、漬けときました。これは 260ml、 グラムを前測ったんだけど、それまた書いとくけど、130カップを2つ、 260ml いつも入れてるんだけど、これを500のカップにいつもやってやるんで、まず大豆を蒸すか茹でるかしてください。圧力鍋じゃなくてもいいけど、圧力鍋の方が早いから、いつも蒸してるんだけど蒸さなくてもいいと思うよ。お湯でやってもね、豆は全部こうやらないと来るみたいよ、飛ぶから。お湯の中で踊るんじゃない、豆が良くないみたいだから、そういうのを乗せておいた方がいい。よいしょ、こうやってとりあえずやっときます。また後で火止めますね。また後で。では開けてみます。よいしょ、はい、やりましょう。このいつものシロちゃんで作るけど、皆さんは別これなくてもいいよ。発泡スチロールにタッパーみたいなのにまず入れるでしょ。だからこの大豆の量だって別にどんだけだっていいんだよ。これ入る量で500の容器だったら 200g、 それがいいっていうだけだから、タッパーでも何でもいいじゃない、容器に入れるわけですわ。まず小松菜入れてみる。た方がいいと思うから、ちょっと手でドコンと切って。納豆ってね、熱に強いから熱くて大丈夫なの。洗ったよ、こうやって入れるでしょ。大豆茹ですぎたみたい。葉っぱ入れる。でこれも食べて大丈夫と思うよ、葉っぱも。もったいないじゃね。どうして私ってこうケチなことばっかり。2枚もあれば大丈夫のような気がする。このね、あ、おいしいおいしい。実はこの大豆の汁お味噌汁に入れて食べてるの。もったいないじゃんね。よっぽどケチだよね。ごめんね。もうケチすぎて。でもサバイバルだからね。もしも納豆がこの先売ってなかったら作るしかないじゃん。時々納豆がなんとかっちゅうとすぐなくなるでしょ。そういう時にも作っとけばいいでしょ。作れれば。いつもはそれ買って食べてもいいのよ。それか買って食べた方が欲しいかもしらんし、知らんよ。大豆美味しいんだよ。渡辺さんちの大豆、大豆の種類がなんとかって書いて。大豆は作ればいいけど、もし作ってないんだったら買わなきゃダメよ。大豆も作れる人はいいよ。でこうしたでしょ。そしてこの私ね、蓋をどこにやったかわからんわけで考えた。このキャベツを乗せとこうと思う。いいじゃん、それで。古いキャベツだけど、これ洗ってあるし、こうやってどうね、こうやってキャベツ乗せといて。乗せすぎか、多いな。乗せすぎ、キャベツちょっと乗せすぎ。この辺に切るか。キャベツ乗せとけばキャベツにも納豆菌がついてるんじゃないの。こうやってこうやって、あー倒した、あバカだれ、あーごめん、あちゃーショック、ちょっとくそー、あなんかくそーな、えいえいえい、こうやってこれ置いたからじゃないかな、もういらんわな。こうやって
よっこいしょとこれに入れて、だから皆さんは発泡スチロールとか段ボールでいいと思うよ。だから24時間保温するわけ。周り使う方がいいよね。ちょっとこの辺も切る。蓋当たらないから、蓋どこやったんだろうね。こうやっとこうね。これあんまりふよふよすると乾燥するかもしれない。こんなにしてこんなにしてこうやっとこうね。そしてこうやろう。いいわこれで。しょうがないじゃん、見つからんのに。でだ、やるよ。できればいいね。白子さん、私こんな宣伝してるから1個くれんかな。くれるわけないよね。白子ちゃん大好きとか言ったらくれんもんじゃろ。いや、そして24時間ぐらい温めるの。そして1日冷蔵庫に入れといて出来上がりだから、まあまたそれやろう。でもできると思う。しそっぱも大丈夫から。大丈夫と思う。こうやって置いといたやつ、どんなかと見てみます。こんな感じでできましたよ。途中からこれ見つけたの。この100均のやつ、もらい物があったの、すっかり忘れてた。だから、あ、そうだ、これに入れてやればいいわと思ってこっちにしました。そしてこうやって置いといたやつ、では今から冷蔵庫に24時間入れときます。10時間ぐらいやって気づいたので、これはこの北海道っていうかなんかね、こういう春回路しかないんでこれ使ったけど、これじゃなくてもっと大きくて貼らないやつで20時間っていうのがあるから、あれだと1個で済むと思う。もし本気でやるんなら、これは100均で売ってるらしいから、これ買ってきて、大きいやつがいい。20時間のやつ、あれだと多分1個で、ちょっととりあえずは2個ぐらいやってもいい。とにかくこのやつで大丈夫だから、温まるから。これもない人はお湯を入れといてもいいから、中にお湯入れてビニールかなんかに入れて、こうやってこの横にタッパーで入れてもいいじゃん、お湯をね。そしてまたお湯を変えればいいから、そうやってやればこれでできるから。で、真夏だとね、全然入れなくて、その辺にあったかいとこ置いとけば何にもしなくてもできるから。じゃあ24時間置いたら食べてみるよ。冷蔵庫入れときます。24時間冷蔵庫入れといたよ。見てみる。野菜入れてたやつ、野菜、キャベツを上に乗せた。だから何でも野菜だったら大丈夫と思う。キャベツばっかりでもいいし、こう私は小松菜入れたんだけど、小松菜でもいいし、ちょいと食べてみようじゃないですか。そしてね、小分けにして冷蔵庫に入れとくんだよ。こんな感じ。どう、お味はどうかしら。ちょっと柔らかく煮すぎたから、圧力鍋だったら3分ぐらいでいいんかな。柔らかすぎたね。葉っぱも入っていいじゃないですか。でね、どんどん入れて冷凍庫に入れといて、食べる朝に出しといて夜食べるのがいいらしいから、これどう、ちょっとこれ食べてみるよ。この葉っぱ、だからちょっと納豆食べてみるわ。ちょっとだけ。これはこれで食べればいいと思うよ。ここ一緒でとっか。で、こうやって作るでしょ。これはこれだけでも別にして食べてもいいよ。もったいないじゃん、この葉っぱね。食べよ。上乗せといてやつはダメだね。ちょっと柔らかかったから、中までどうなの。まあいいでしょう、こんなもんで。ちょっと柔らかいから潰れそうだよね。私ねちょっともうちょっと、私ね、これね、何にも入れないで、お醤油とか入れないで、お酢だけやって食べるのが好きな。柿酢美味しいんだよ。それがこれね、結構多めで大丈夫よ。大丈夫って、味が大丈夫っていうこと。他は知らんよ。まあ入れるでしょ、こうやって。そしてグワンチョグワンチョするでしょ。あんまり入れるとは糸は引かんけど、あ、ちょっと引いてきた。ちょっとどう、グワンチョグワンチョ、よし、にゃー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 、もうちょっと入れた方がいいんかな。もうちょっと入れると、この入れ物がちっちゃい、ちょっと入れ物がちっちゃいね、飛び出そう。よいしょ、にゃー、よいしょよいしょよいしょ、グリ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 、ちょっとうんと糸引くわけじゃないけど、こんな感じ。でもまあなんとなくなって、ちょっとこれあれよ、弱かった、やぼすぎたんで。そしてだ、でこの柿酢をいつも私は入れて、夜がいいってあったよ。夜の間に血液が固まるのを、納豆とあんまり入れるとあれだけど、こうやって食べるのがすっごい美味しいの。健康にもいいらしいし。でこうやって
こうやって食べるわけ。味見てどう、これお野菜の納豆待って待って、これでこれ納豆と一緒に、なあ納豆だぞ、人生サバイバルだぞ。だから大豆だけ買っとけばいいでしょ。ちょっと食べてみるぞ。そしたら私なんか大豆ね、いつも20キロぐらい買うんだよ毎年。これ食べよう。ちょっとどんな味、小松菜とキャベツの納豆。あ、もうちょっとお酢入れよう。シャキッとした感じはない。結構いっぱい入れて大丈夫ね。だから100均のあの発泡スチロール買うか、あんなのどっかにあるじゃないか。発泡スチロールじゃなくても大丈夫よ、ダンボールとかでも。それにホッカロン入れるとか、こういう中にお湯入れて入れといてもいいじゃない。それでこれじゃなくてもそれこそこういうのでいいから、こういうのでビシッと閉めたら空気できないから、あのキャベツの外側の葉っぱでも上にかぶせて、これあれさっき私がやってたみたいに、これキャベツのやつ入れる。でそのキャベツからも納豆菌があるからビシッといいでしょ。あのダメ押しみたいに納豆菌になるから。でこれ食べると、私ね納豆の味ってあの納豆臭みはないから好き、こっちの方が。私西の人間だから、今はどこでもあるかもしれんけど、ちっちゃい時納豆食べてないから。ほいでうちのお母ちゃんが一人でこっそりこうやって背中向けてキュッ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 って前ちっちゃい時食べよったのよ。でお母ちゃん何食べよるんねって、あんた無理無理食べられんけとか言うて言うたわけ。でうちのお母ちゃんも食べたらもう食べられんようなまずいもんだったんじゃないのが、どっかスーパーにあったから、こりゃあこうできて食べようと思って一人でブシュブシュブシュって食べてたわけよ。なので私もそれ気になって、それが納豆だったわけで、母ちゃん食べたらこんなもんは食べられんまで、子供にはもう私が小学校の時その背中だけはよう覚えて、子供でない子供に内緒で食べよるわこのババアとは思わんかったけどふーんと思って、私も食べさせてとも言わんやって、とにかく母ちゃんあんた食べられん食べられんこんなもんとか言いながら食べよったから、まずかったんじゃろうね。まあそんぐらいで、ちっちゃい時にうちらの方には納豆は食べる習慣もなんもないわけよね。だから大きなって、いっと最初に食べたのがどっか旅行行った旅館で食べたのが初めて。市販の納豆の味とは違うと思うよ。だから関東とか東の人にはちょっと物足りんかもしらんけど、まあ作ってみて、私は好きよ。でも私はねこの柿酢、これ違うよ、メープルじゃないからね。柿酢に納豆やって食べるのが好きで、ご飯には入れない、このままご飯カフェだからどうってことないような気がするんだよね。ぜひ皆さんもで、秋になったら柿酢作って、柿酢ぶちゃぶちゃって数えて食べて、でこうやって閉めて冷凍庫に入れといて、ね、食べる日に朝冷蔵庫に移して、それからまあ1時間ぐらい室温にした方がいいみたいで、ああじゃらこうじゃら書いたらもう忘れたけど、まあそういうわけよ。納豆だぜ、お野菜で納豆かな。ぜひ作ってみてください。うりうりばあちゃんの人生はサバイバルだぜ。今回から人生はサバイバルだぜシリーズ、もうなんとか行きましょう。もしもねスーパーに納豆がなくなったりしたら作らなきゃしょうがないじゃん。なくならんように祈ってましょう。だけどもしも万が一、だって納豆なんかさ、ほらちょっとテレビでいいって言ったらすぐなくなるでしょ。そういうこともあるしね。そんな時でも、あ納豆ないじゃなくて食べられるように。だからね、私は小松菜だ、ほうれん草でもいいでしょ、レタスとかでもできると思う。いろいろやってみてください。あそうだ、これも移してこうやった方がいいよね。これはいいよ、ね、野菜で納豆作ろうぜ。でこれこうやって入れとけば、ちょっとこうやって入れといてみよう。こうやって移して、こうやってパチッパチッ。じゃあねバイバイ、人生はサバイバルだぜ、イエーイ、行こう、またねバイバイ。